ううん、なんでもない。いい？警告は一度だけよ。この研究所内で余計な詮索をしないこと。わかった？
そのコンピューター故障中で。え？あれ？動いてる。なんで？え？新しい基板見つけたんですか？ということは、ちょっといいですか？これでよし。あとは起動するまでしばらく待っていればエレベーター動くはずです。基板を交換してくださったおかげですよ。ほんまによう気のつく方ですよね。お婿さんにしたいくらいです。これで2階を調べることが、いや！こんな、いやいや。お願いだから、放っておいて。先輩。今は一人になりたいの。でも、私。なんでもない。ごめんなさい。なってしまいました。どこかに引っ掛けてしもたみたいで、ちょっと脱いできます。
していたら階段を踏み外しちゃって、膝をちょっとすりむいただけです。一人でちょっと心細かったんです。気をつけてくださいね。
丈夫ですか？神田さん、生きてるんですか？男性の方です。そうですか。神田さん、どこか別の部屋に移してあげないと。所長室ならソファーがあります。